はい、半魔家の本家の本物貴族の半魔陽先生です。私の半魔家はね、前、本魔家から追い出されて、半魔家になってるんですね。それは800年ぐらい前、800年前から、1000年ぐらいですかね、にかけてなんですよ。で、本間家は本間家に昔いたわけですね。それで本間家の本家なんですね。で一番偉いわけですね。だけども力関係で負けて追い出されたわけですね。でまあ私というのは本物貴族というのは実際はね、日本の歴史よりか日本の国よりか古いんで、日本の貴族とは言いません、ね、半魔家の本家の私本物貴族は日本の貴族じゃないですね。世界の貴族になってます。中国にも例えばヨーロッパだろうとアメリカだろうとね、世界的な本物の貴族です。でね、中国は本物の貴族日本と同じように、世界と一緒にですね嫌いなんで、よく話は聞いてますけれども、交わして動きます。正確にだから常時中国人はよく聞いてます。私の動きですね。でなんかパテントでも私が考えてこれを真似したっても交わしてそれをねうまく私を常時聞いて交わして利用してたり、施設を使ってるわけですね。全部外国もそうですけどね、日本ではいろいろね私が話して伝えてますけども、あとアメリカ系統の方も伝えてますけどね、全部私のことを全然知らない聞いてないんじゃなくて聞いてないようにして仕込みます、ね、でというのは世界中の法律の私が考えてやらしてるわけです。何でもね、税務署とかね、規則、役所の規則とか本当のね、で私のが決めてるんで、全て地球上ね、法律近くだと私が決めなければ当然誰もやる人いないんで手続き止まっちゃうんですね。しないんですよね。私が決めてしか動かないから、ね、だからただ私が決めたらずるいだろうと知らない人たちなんで、人間たちそういうの多いんでね、しょっちゅう揉めます。裁判所行ったって私が裁判決めてますから、全部じゃないですけどね、ほとんど言うこと聞かないんだけどね、正しくやろうとすると私の話を聞くわけですね。聞いて動くわけなんですけど、私の話聞かなければ正しくならないんで、全ての方ですね。地球上の外国法律も全部そうです。私が決めてます。人間って知恵がなくて、知恵がひどくてね、人間のノーベル賞だろうと普通の博士でも一般人で優秀なね、平和賞を取った人でも私の能力の1000分の1以下なんですよ。それだけ大差があって、話したり聞いたりみんなできてるように思えるんだけど人間たちできない。テレパシーで仲間と相談してじゃないと話せない。また頭いい話もできますけど、それは頭のいい生物に教わってね、団体とかねで教わって話してるってことですね。つなげて話してるっていうことですね。で大体700年後とか600年後で分かったことでしか行動できないんですね、私と違って。私は直ですけどね、そういうことをよく知っていただける。あと君が要は岩尾となりてという名前は私なんですね。これは私を注意しないといけないということで名前はね
父じいさんの名前、私の名前を入れて歌ってるわけですね。で最近僕は明記したんで歌わなくなったでしょ。これで、でそういう関係でね、実際ね、何分かな、うん、そういうわけなんですね。で中国でもよく常時24時間私の頭を聞いてきてるんですね。であと宇宙に飛んでて情報を伝えないと人間たち動かないからね。私地球よりがもっと古いんで、前言った話ありますでしょ、スターゲットの話ね。で、私宇宙生物全体昔から支配してるんでね、それが動かないと私命取られちゃうんですよ、人間にね。人間よりか古いんですよ、生物がね。だからその助けがないと生きていけないんで、宇宙にことを説明しなければねいけないんだけど、中国なんかは結構それを宇宙に飛ばさないように隠すために結構動くことなんですね。で最近そういうのに動き出しましたね。だからことの事実、地球で起きてる私との摩擦関係をねないように人間たち動くんだけど、ね、それは宇宙生物に伝えない、私の力が弱くなるんです、ね、伝えない情報伝えないと。でこの YouTube でもその力で出して、実際は人間たちは停止するために全部力使ってるわけですね。強制的に使ってるわけです ね。まあパソコンの発明者でも世界一なんだけど、YouTube を作った一番でもあるんだけど、人間はね、創業者とかいるけども創業者にならない。大体人間の能力って2倍ぐらいし、人間たちの2倍ぐらいですから。